この屋久島で日々受け取っているとても大切な何かを作品で分かち合うことができたらとても幸せです。私も森にはたくさん行くんですけれど、優子さんの作品を見ていると本当に水の音や木々のさえずりが聞こえてくるようで、本当に素敵な作品たちに出会えてとても嬉しいです。Thank you.